マリア・エステル・エレディア・レカロ・デ・カポビー・ジャは、エクアドルのグアヤキルに住んでいた長寿世界一だった女性。彼女はエクアドル及び南アメリカで最も長生きをした人物であり、2015年2月16日に、大川・ミサオに追い抜かれるまでは3世紀を生きた人物の中では最高齢の人物でもあった。死亡時には、ジャンヌ・カルマン、サラナウス、マリー・メイユールの3名に次ぐ、 世界歴代4番目の長寿者であった。1917年に結婚し子供を5人も受けるが、夫のアントニオは1949年に死去。5人の子のうち、マリアが死去した2006年の時点で生存していたのは3人だけであった。また、マリアには2006年の時点で、孫が12人、創尊が20人、現尊が2人いた。最晩年まで元気な生活を送り、 新聞を読んだり、テレビを見たり、杖を使わずに歩いたりしていたという。2004年5月29日に世界最高齢になり、2005年12月9日以降は世界最高齢の人物としてギネス世界記録に認定されていたが、2006年8月27日に肺炎のため116歳347日で没した。 117歳の誕生日のわずか18日前であった。なお、エクアドル人としては長寿世界一になった唯一の人である。また、1880年代生まれの最後の生き残りであった。ありがとうございます。